渚、宝箱開けちゃって。うん、じゃあ開けるよ。さて、何が出るかなと。何？あれ空っぽだ。うん、なんだ、ただの苔おどしか。え、何よこれ。何よ、なんで。もしかして俺たち、にゃいただく。俺はこっちだ。どうしたら、どうなった。何これ、私楓ちゃんになってる。私はヤダちゃんだ。なんで。どうやら俺たちみんな体と精神が入れ替わっちゃったみたいだね。おお、マジで俺磯貝になってんのか。俺は前原か。なんか他人の体って変な感じするな。スースーするっていうか。いやいや、スースーな状態になってっから。先生、これどういうこと。うん、どうやらバグは体ではなく私たちの精神に宿るもののようですね。だから入れ替わってもバグは本人についてくる。俺の体で俺より面白い動きをするな。ちなみに磯貝くんのバグが消えても装備は治らないようなので、今日は二人ともこのままということで。マジか。話せ、片岡さん。俺を自由にさせろ。このドリームを俺の手に、俺の手のひらに。見ないで磯貝くん。ああ、俺こっち。ややこしい。片岡さんは岡島とか。メグかわいそう。私楓ちゃんでよかったね、カエデちゃん。これが持たざる者と持つ者の景色の違い。私、一生ヤダちゃんとして生きる。カエデちゃん。そういや、ビッチ先生はどうなってんだ。カラスマ先生もいないね。やだ、なにこの美女、魅了されちゃう。やめろ、イリーナ。服を脱がすな。着て脱ぐな。おおおお、寄生人にさえ作ってしまえばこっちのもんだわ。私の顔でやめて。磯貝くんはそんな顔しないで。忙しいね、片岡さん。メグかわいそう。この先なんかあるよ。この罠を解く方法を探すためにも進もう。あれ、もしかして二人は無事。いや、入れ替わってるよ。俺が千葉で、速水はそっち。なんだその適応力は。ボラキュー。私たちは見張りってことで残ったけど、リンカたち大丈夫かな。カルマ君、僕なんかの体でうまく戦えるかな。ま、向こうはコロ先生もカラスマ先生もついてるし平気だろう。奥で宝箱見つけたよ。おお、それは入れ替わりのオーブ。それを使えば私たちの入れ替わりももろちん戻るはずです。じゃあ早速使いますよ。あら、ここどこ。戻った、戻った、無事に戻れた。戻ったよ。何もできずに終わった。また持たざる者の景色に。岡島くん、楓ちゃん、元に戻れたし、さっさと引き上げようぜ。そうだね、帰ろう。コロ先生。コロ先生、どうしたの。まさかまだ糸菜のまま。俺は元通りだ。うん、え、じゃあなんで先生黙ってるんだろう。おい、コロ先生。うわー、なんだこれ、なんで俺が魔王に。ちくしょう、何の陰謀だ。何今の。まさか。